なぜ消えなければいけないのか。なぜ救おうと思わないのか。私が求めているのは支配でも統治でもない救済だ。愛とは私のことを言うのだ。この行いのことを集え。よるべなき魂。 KK ならわかるって言ってたけど、何か心当たりある？さあな。手際だ。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。KK の家族の話、初めて聞いたかも。話すほどのことじゃないからな。じゃあ、いつか聞かせてよ。僕も話す。まあ、いつかな。なぜ消えなければいけないのか。なぜ救おうと思わないのか。支配でも統治でもない。救済だ。君たちを救うことだ。愛とは私のことを言うのだ。この行いのことを。集え、よるべなき魂。
何が来たかな。残りの写真が箱にあるはずだ。それも片付けろ。結構あるな。 KK は宿題をサボるタイプだろう。そうだ、よくわかったな。まあね。あ、どうぞ。感謝しろよ。さて、この道はどこに続いてるのやら。渋谷でしょ。おい、風情のないこと言うなよ。いい手際だ。
一回。いい狙いだ。やれ。もう俺なしでも大丈夫なんじゃないか。やめてくれよ。大変だったんだぞ。逃がすな。どこかにいるぞ。感じだ。足を使ってヤツの痕跡を探れ。今だ。増えてる？ああ、バレてる。悪い虫だから黙っておこうと思ったんだけどな。ちょっとヒヤヒヤしたな。それでいい。もっと救うぞ。
いたぞ、かまいたちだ。あいつはこっちを気にしていない。動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。動きが止まったぞ。悪いね、力を借りるよ。返す予定はないけどな。次に行こうか。
俺より上手いんじゃねえか。そうだね、経験が詳しくしてるのは想像できない。焦ったぞ。
力をうまく使えよ。何が出るかな。いいの当てろよ。これは当たりか。何が出るかな。いいの当てろよ。何が当たったんだ。何が来たかな。これでも これは当たりか。何が来たから。行くぞ。何が当たったんだ。それは当たりか。何が来たから。一丁やるか。よし。これは当たりか。いいの当てろよ。何が当たったんだ。これは当たりか。何が出るかな。何が当たったんだ。何が来たから。いいの当てろよ。これは当たりか。何が出るかな。何が当たったんだ。シリーズをコンプリートしたぞ。コンビニ行って何か買うわ。行き。
物資は補充。そういえば有名な都市伝説があったね。確か赤い服を着た女の化け物が出るとか。その地下街に降りる階段があるらしいんだよ。夜中にビルの通路を一人で歩いてると、普段は見たこともない階段があって、そこから降りた者は誰一人帰ってこれない。友達が興味本位で調べに行って帰ってこないんだ。おお、調べてみるか。行くの？ただの噂だよ。汚れっていうのは元は人の情念だ。有名ならそれだけ多くの強い情念が集まっている。それがたまりにたまって汚れちまうこともある。見えない。こんなところに妖怪？こいつが入り口を隠してたのか。なんであの時こんなところに来ちまったんだ。悪いことは言わねえ。今なら引き返せるぞ。お次は赤い服の女探しだな。あんまり楽しいイベントじゃないね。女の声。あ、なんだ。これで進むしかなくなったわけだ。そう考えればポジティブになれるね。あの女さえ倒せれば、もしかしたら。
アパイが知ってるかも。あれは帰り道に染まったんだよ。赤い服の女、殺される。早く隠れなきゃ。歓迎されてるのかな。どうだろうな。どこかで俺たちを見てるのか。他を探すぞ。じゃなかったのか。生きて帰れないってのも噂じゃないってことだな。された奴らも浮かばれるだろう。女が消えてあの地下街も消えちまったか。思った通り、噂があの場所を生み出したみたいだな。そんなことあるんだね。悪い噂ってのは強い負の力を持ちやすい。それが汚れになるんだよ。悪い噂ほど人が好むってのも原因の一つだがな。あの女を倒してくれたおかげで自由になれたよ。女の服を赤く染めた血もこれで浮かばれるよ。ここから狙えそう。いいの当てろよ。どうだろう。繰り返しお客様にご案内いたします。本線は大きな消防が発生した地震。何が来たかな。
ありがとう。友達も帰ってきたよ。いい買い物できたか。まあね。あれは？いい奴らだとは思ってないから平気だよ。
隙だらけだったな。高いな。どうやって登ればいいんだ。ここからじゃ無理だろうな。高速道路の方はどうだ。見ちゃいけねえものが見えちまってるな。あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか。そうだな。しっかり準備してから行こうぜ。ああ、ちょっとヒヤヒヤしたな。
ラカサ小僧だ。しまった。逃げられた。仕方ない。また現れるのを待つか。これって…カラカサ小僧だ。今だ。しゃがんで近づけ。お前も妖怪の考えが分かってきたな。いや、そんなことないよ。
僕には力が必要なんだ。よし、行くぞ。食べるかな。よかった、食べた。助けも大変だな。私が求めているのは支配でも統治でもない救済だ。君たちを聞いてみます。この商店街を通って帰りたいんだけど、夜に一人で歩いているとペタペタが出るの。ペタペタって姿は見えないんだけど足跡があって、ペタペタって足跡がするんだよね。仮面の男に関係あるのかな。さあな。だが調べてみる価値はありそうだ。見てみろ、足跡だ。お
かしい。足跡はあるのに、まるで気配がない。どこに行くんだろう。とにかく追ってみよう。何かの入り口？入っても大丈夫かな？ペタペタを追うんだ。行くしかねえだろう。入ったのはいいけど、妙なところに迷い込む。ペタペタはこの先に行ったみたいだ。飛ぶしかないか。
動くかな、このエレベーター、あれを足場に使えば行けそうだ。この子、抜け殻みたい。ペタペタはこの子に用があるみたいだね。汚れで近づけないんだろう。払ってやるか。一つになった。やっと自分の体に戻れた。お前、ペタペタか？そう呼ばれてたみたいだけど、僕は自分の体に戻りたかっただけなんだ。あの穴に体を吸い込まれてからずっと探してた。で、やっと見つけたんだけど近づけなくて。俺も宿狩り状態だからな。気持ちはわかるぜ。おじさんも早く戻れるといいね。助けてくれてありがとう。この穴は払って閉じておこう。ねえ、あの穴ってよく考えたらさ、僕だけ吸い込まれてたかもしれないよね。離れ離れにならなくてよかったな。気持ち悪いこと言うなよ。
この犬は怖くないの？絵を怖がる奴がどこにいるんだよ。こんなにたくさんの人が。あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか？覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたいやつはいるか？俺は田舎のじいさんに会いてる。一緒にカッパを探したんだよ。父さんと母さんかな。なんだよお前。悪い、つまんねえこと聞いたな。汚れだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交友もありそうだな。あいつらまでいるのか。
には手に入れられないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。あとは香油だな。よし、長居は無用だ。とっとと帰るぜ。調子。汚れが元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。
死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。いつも焦ってそうだ。屋敷わらしの声か？どこかの家の中にいるはずだ。探してみようぜ。近いぞ。どこかの家に座敷わらしがいるはずだ。座敷わらしのいる家はここだな。塩せんべいを青い器に備えれば座敷わらしは出てくるはずだ。から声が聞こえる。こんなところに部屋が。よし、塩せんべいを備えるぞ。使えそうだ。この力、大事に使います。
アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。よし、動きそうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？なんだ。まあ準備不足は命取りだからな。戦力を整えるか。なんだよ。まあ準備。準備不足は命取りだからな。戦力を整えるか。